今回はグリム兄弟獣神化回使っていこうと思います。モンストニュースの時から結構これ楽しみにしてたんですよね。性能としてはやっぱり超砲撃型でマーキングミサイルと超絶貫通ホーミングって強いもの2つもらってる。あとはマホブス M と友情コンボ底力合わさったら最高3倍になるんで、モンスト界でも多分最強の火力出せるよね。三日月も超えるはず。まあ、その代わり、アンチアビはマジでポンコツなものしか持ってない。太陽アビはマジで少なすぎ。SS 使ってなんとかしてくださいね、みたいな感じになってますね。まあ、これをとりあえず、カルナで使っていこうかな。ウィンドくれるんで、艦隊で組んでてコネクトスキルはないけど、まあ、超ウィンドの加速だけはもらえてるから、全然問題ないっすね。あとはこれで、アルスラーンが一応これ、砲撃型のマーキングミサイル持ちでそこまでなんですけど、あれ。なんだっけ。足の遅さがさ、アルスラン持ってるから、そこがね、あんまり目立ってないイメージ。だけどこっちは、超ウィンドで加速もらってるから、まあ、速度がほら。まあ、あとこれ、カルナ殴ったら速度も上がるしね。そういうところでも、マーキングミサイルの恩恵結構出るんじゃないのかな。ってことでやっていこうと思います。まあ、やっぱりマーキングミサイル使うからには、アンフェアみたいに、貫通でもらってるか、なんか足の速さが欲しいみたいな。やっぱこの持続力の長さは倒した後の防御ダウン継続に、なんかめっちゃ役に立ってるね。で、あとはウィンドの加速をもらってるから、はいはいはい。で、これでだから倒していって、超絶貫通ホーミングでも削ってくれる。これが結構でかい気がする。で、ウィンドの加速もらってるでしょ？はい、オッケー。だからこれで足の速さが足りなかったものが足りて、はいはい。で、しかも超砲撃型だから、これで誘発しても、おー強っ。誘発しても勝手にさ、等倍の威力でマーキングミサイル他のキャラも出してくれるっていうのが、すげえいい感じで。まあ、ここまでなんか友情ベタ褒めすると絶対なんか、え？ネオルよくね？とか、え？ヤクモでよくね？みたいな。反射じゃんみたいな。なんか出てきそうだけど。まあ、それは、それは、それはそれ、これはこれということで。まあ、そんな感じ。だからこれ縦勘でも置いといて、はい。でもここまでやっぱもらえてるのもすげえ珍しいよね。いやでも私やっぱグリム兄弟中心化するんだったら、もうちょっと遅らせて、いやてっきりハイプラズマと鋭角三方向追従の完全上位互換みたいなもの出来上がるかと思ったんですけど、いやさすがにそれはもう、今の時代はあれかな、なんか限定キャラにあげるみたいなもんなのかな。だからこれ多分上のあいつに触れたら加速しねえかな。あやっぱ持続長いのこれ良くないっすね。なんか多分これ絶対さ、プラズマとか、なんか追従貫通弾とかだったら絶対途切れてるのに、マーキングミサイルだけなんか知らないけど持続クソ長いよね、これ。はい。殴っていて適当削るでしょ？で、ウィンドで、そろそろみんなのこれで超ウィンド切れるから、ウィンドの加速もらって、なんでこんなに、マーキングミサイルだけ持続って長いんだろう。で、ワープは出てきちゃうけど、その代わり、あー、いいっすね。SS が、いや、SS 使わなくていいか、次2段階目打てるしね。はい。だからこれで横間でワープ入って、誘発して、だこのワープのじわんじわんの時も結構出してくれるから、すげえいい感じ。で、こっちは次 SS 使おうかな。あとは電線切りがさ、ヒットポイント削ってくれたら、これで、いけるかなとも思うんすけど、その、友情コンボ底力。マジで削らないな。いや、これどうなんだ？スピードアップしてるから足速いのか？でもカルナってさ、弱点1個しかないから、そこまで判定拾ってないはずなのに、めっちゃ削るよね、これ。あとはまあ敵に、はい。で、削って、はい。あー、頼む。なんかヒットポイント半分以下にしてくんねえかな。で、回復する。満タンになっちゃった。で、そんな感じになってる。やっぱ結構、向上にしてはさ、あ、でもこれあれな、殴らない、殴っても、混乱だから友情コンボ出ないか。まあ、殴って削る。はい。で、あとは普通に倒してて。あ、これでウィンドもらったのめっちゃありがたいね。で、縦勘で、まあ、とりあえずこいつ倒す。あとは一応当たって関係厳選しながら思ってたけど、やっぱ追従貫通とプラズマだと、友情コンボめんどくさかったけど、こっちは割と当たるだけでも貫通するとこあるから、当たるだけで貫通じゃない、当たるだけで完結するとこがあるから、はいはいはい。暴れていって。これで削れるかな。あ、いいっすまさか、下のやつも倒すと思わなかった。で、SS 使える、2段階目連続して使える。なんか思った以上にやっぱ8ターンだから回転率いいね。意外とどうなんだろう。まあ、ヤクモとか持ってたらそっちになるけど、
当たりだけで完結する誘発できるやつだから、意外となんか誘発ポジションとしても割と使えるのかな。でなんかウィンドウは普通に壊れるよね、ほっといたら。でもやっぱカルナは弱点の数少ないからマーキングミサイルであんまり削ってる感が出ないな。さあここで SS、 まあ、使っちゃっていいか。どんなもんか、多分次回ってきて回らないでしょきっと。はい、で2段階目、もともと減速率の低い SS。 あーいいねこれ友情というか、あそっか、混乱で削りゃいいん だ。つまり敵から攻撃受けても全然削れないんだったら味方ぶん殴って削ればいいっていう、このあ納金理論あったね、忘れてたわ。いやでもこれ溶けちゃうんだよな、こういう時だけ運ぼ回避できたらいいんだけど。だから多分これ減速率の緩和、多分もともとねグリムの2段階目って結構その減速率緩和してくれるんですけど、まあコナン君ほどじゃないけどね、割と緩和するから。そうね、で次 SS 使って、まあ多分削り、どうや削り切れるかな、混乱一発飛んでくるからな、頼む。あー誰 2P か、まあ、そしたら加速もらって横間で下がってって、はい、どうだろう。で SS 使って削ってく。だこっちにいた方が割と都合がいいのよね。でこうやってじわんじわんっていったらすげえいい。あーいいっすね、めちゃめちゃバンバンいくやん。であとは 4P が、あーそっか、ウィンド壊したこと。あーいいっすね、やっと来たわこれ、やっと出たーこれ。状態で友情コンボ底力、これがだから 1.5 倍の火力みんな出してるから、自分もマーキングミサイル出せるっていうのがすげえ強いと思うんですよね。やっぱ 1.5 倍。あー、これすげえいい。足まで、これもうダメじゃん。まあ、これ殴って倒すか。まあ、自分で殴るっていうのも一応超ワープの恩恵あるからできるしね。そしたらちゃんとコネクトスキルを発動させてやっていこうと思います。さっき言ってた最強状態の火力っていうのを見てみたいしね。友情コンボ底力と魔法ボスエミル発動させていこうかなと思います。なので、まあ、ここで、ノクターンでやっていきます。魔法陣もあるし、地雷も踏んだら、いけるからね。その、ヒットモイドゼロ。なので、それでいけるんじゃないかな。はい。だからこれ、まあ、出していって、プヨだけは今通らなかったんで、削っていって、拒絶貫通も通る。あ、通る通る。弱点に当たったら通るけど、外側だと通らないみたいな。なんかラインが違ったはずなんですよね。忘れたけど。確かトリケラはね、20万で通ったはずだから、私の記憶だったら。そうね、通る通る。あとはだから、縦勘で、はい。まあ、とりあえず魔法陣の鶏状態作っ、やべ。だこれね、地雷踏んだら即死だから、これだから、五右衛門抜けをできるだけ徹底してやっていきたいのよね、あたい。だから、はい。だこれで、まあ、倒していって、倒していって、はいはい、倒す。だからね、地雷踏むと死ぬから、一応ブラウニーは連れてきてるけど、どういう位置に出てきたっけ、これ。まあ、縦勘だ、あれ、縦勘で避けられたっけ。あ、避けられる、避ける。まあ、でも横勘でも避けられるけど、まあ、薄く右だな、薄く右で防御ダウンはしときたい。いかねえかな。いや、いかねえや。でも友情コンボってどうだっけ、ここ。三日月で、あれ三日月の友情ゲーって、あれは通るんだっけ、忘れちゃったな。まあ、とりあえずこれ、いや、これは多分いけるから、V 字で、はい。そうね、ターンド通る、通る。さあ、あとは、この地雷を踏むことで、この地雷を踏むことでヒットポイントゼロを作り出せるから、友情コンボ底力の最強状態が作り出せる。その代わりこれミスったら死ぬね。はい。いけ！いけるか？倒しき、おお、いけるいける！やっぱ、危ねえ、これ死ぬか死なないかの瀬戸際を走るみたいなギリギリの戦いになりそう。なんかその代わり、最強状態になるんで、今これ鶏だから、今の火力の2倍が出せるってことでしょ？ノクタンも割とお手軽に削れてたから、拒絶貫通は弱点通常状態でも通る。で、一応ヤバそうだったら SS でなんとかなりますと。そうね。だこれちょっと、別に問題ないか、縦勘でちょっと鶏そのままにしといて。これ、さらに誘発いける、危ねえ。あ、でも、なんか防御ダウンしなくても全然削れるな。すげえ。これからさらに 1.5 倍と、あと1体はまだ解放できてないから、友情コンボ底力が。じゃない、ニワトリ状態が。はい。で、これ殴って置いとけば、あー、いける！余裕でいけるな。面白。面白。やっぱこれ、引っ張りハンティングのキャラとすげえ相性いいね。でも、あれだな。あー、いつか出てくんのかな、貫通のすげえやつ。1個だけ踏むのできねえかな。無理か。
でもこれで友情コンボで、あ、通り1個で蹂躙してる。あれ、三日月もそうだったっけ。そうだっけ、今の最強って三日月になるんだっけ。でもこれあれだな、毎回これグリムで抜けるのってあんまりな、開幕調整しないといけない、よくないんだよな。はい、まあ縦勘で削っていってと。だから常に鶏を意識した状態にやっときたい。あれ、これも地雷どこだっけ。さすがにこれはきちいでしょ。さすがにこれは、はい、一回ここ置いといて、死んでもいいんだったら縦勘で維持するけど、まあ一応死なないようにやっていきましょうね。だからこれマーキングミサイルといろいろ合わせて暴れていって、まあとりあえず防御ダウンで SS 使ってオールアンチして避けるでしょ。マーキングミサイルも発動させて、あと剣も拾っとけば、まあ、実質友情コンボ発動自体だから、はい、さ、これでどうすかね、これ削りどう。自分もマーキングミサイル出してるよね、これ。あ、出してる出してる。すげえ削る。そんな大して動いてねえのに、しかもまだ鶏状態という上位互換残してんのに。よし、やっとこれで、うーん、そうね、だからこれで、これで、はい、これで2人の友情コンボ拾って動き回って、あれ失敗したな、これ。マーキングミサイルボスに触れてねえから発動してねえじゃん。これね、弱点として、味方に触れてから、グリムに触れてから、敵に触れないと、マーキングミサイルって出てくれないんですよね。これが弱点かな。そうね。あれ？これ、即死地雷じゃねえんだ。これが弱点になってくるかな。ここさえしっかりしてれば、すげえ楽なんだけど、まあ、とりあえず縦勘で。はい。あ、しまったな、これ SS 使っても良くなかったかもしれん。なんか気にしてやってるけど、これ普通に友情、なんか普通に、あー、しかも開幕防御弾してんじゃん。これはさすがに何もできねえかな。下手に暴れると死ぬか。まあこれ使っとくか。はい、ブラウニー一応これで、はいはいはい、で倒しといて、で五右衛門の SS 使って引っ張り跳ね、よし、鶏も作れたから、やっとこれで値の作りたい完全鶏友情コンボ底力最強状態もできるかもしれへん。だからこれ加速加速加速、はい、いや、そこも削れるっしょ。なんか殴りの方が強そうな気がしたけど、まあまあまあ。さあ、というわけで鶏1個とできれば雑魚処理も終わらせときたいんだよな。あー、これ、いや、いけるな、これで、これ多分いけるっしょ。はい、じゃここ入って雑魚倒して、踏まない、かー、まあしょうがないかっていうか、普通になんか右下に引きこもってるくせに割と死んでるんですけど、まあこれで SS 使って暴れ回るセッティングだけしといて、今防御ダウンしてないよね。あ、そうね、してないしてない。だからここは多分そんなに削れないでしょ。まあ割と削れてるような気がしなくもないけど、でもここから 1.5 倍残して、割と動くな、割と動くな、割と動くな、この人。まあいいや、とりあえずこれで貫通になって地雷も踏むからヒットポイントも半分以下になる。はい、いけ、あー、これ、いや、いいっすね。さあ、これが最強状態、もう余裕でしょ。よくわからんけど、まあとりあえずよくわからんけど、とりあえずたくさん削れましたということで、意外にやっぱ面白いキャラになってるんじゃないかな。まあ工場の中のやっぱここ最近の重心化は当たりばっか作られてきて、なんか使ってみたのすげえ楽しいね。終わります、ごきげんよう。